月10日の体育の日、川崎市内の各会場は体力づくりの行事に大勢の人々が参加しました。私立川崎高校では親子バレーボール大会が行われ、たくましい力の応酬が爽やかな秋空のもとに繰り広げられました。一方、市体育館ではトランポリン、バドミントン、卓球などの軽スポーツのほか、体力テストが行われました。中でも特設コーナーでは身体障害者の体力テストが今年から初めて行われるようになりました。これからは体力づくりを進める絶好の季節、スポーツにハイキングに大いに親しみたいものです。